パトロクロスに包帯を巻くアキレウス。紀元前500年頃の赤い式キュリクス。ベルリン旧博物館。パトロクロスは、ギリシア神話の登場人物。メノイティオスとステネレイの子で、オプースで生まれた。母親は、ペレイスの娘ペリオーピスあるいはペレウスの娘、ポルメレイとも言う。パトロクロスとは、父の栄光を意味する。トロイア戦争の英雄。 アキレウスの親友であり、その活躍は、ホメーロスの女ジ子ジシイーリアスに詳しい。パトロクロスは、少年の時、サイコロ遊びから喧嘩となり、アムピダマースの子、クレートーニモスを誤って殺してしまった。このために、父親と共に、オプウスの地を逃れ、ペーレウスの下で養育された。パトロクロスは、ペーレウスの子アキレウスよりも年長だったが、二人は、 ウニの親友となった。スパルタの王女、ヘレネエに、求婚者が殺到した時、パトロクロスも、その一人となった。この時、他の求婚者たちと同様に、パトロクロスは、ヘレネエの夫に選ばれた者を守ると誓った。後に、ヘレネエがパリスによって連れ去られると、ヘレネエの夫メネラーオスは、かつての求婚者たちに伝令を送り、これはゼンギリシアに対する侮辱行為だと訴えた。 出生、グランコスが助けに駆けつけるも、サルペドーンを槍で殺すパトロクロス。紀元前400年頃の赤い式ヒュドリア。ポリコーロ国立考古学博物館。パトロクロスの遺体を守るメネラオス。紀元前3世紀頃、ヘレニズム時代のギリシアの大理石像の復元。フィレンツェ、ロッチアディランツィ。トロイア戦争が起こると、パトロクロスはアキレウスに従って出生した。 アミュントールの子、ポイニクスも、パトロクロスと共に参戦した。ミューシアに上陸したギリシア勢は、テイレポスに迎撃され、テルサンドロスが撃たれた。この戦闘でパトロクロスは、アキレウスの側で戦い、テルサンドロスの遺体を、ディオメーデースと共に守って、キ傷を負った。アキレウスはパトロクロスを手当てした。アキレウスが、プリアモスの子、リュカオーンを捕虜にすると、 パトロクロスは、リュカオーンをレームのストーで撃った。アキレウスの怒りギリシア軍の総大将アガメムノーンは、クリューセイツを捕らえて、自分の愛称とした。クリューセイツの父親で、アポローンの妻子、クリューセイスは、娘の解放をギリシア勢に嘆願するが、追い返される。クリューセイスの訴えによって、アポローンは、ギリシア人中に悪役を発生させた。 この対応をめぐってアガメムノーンとアキレウスが対立し、アガメムノーンはクリューセイスを返還する代わりに、アキレウスの愛称、ブリーセイスを奪う。激怒したアキレウスは人中に引きこもって、出陣を拒否する。アキレウス不在の戦場では、ギリシア勢が苦戦に陥る。マカオーンがパリスの矢によって負傷し、ネストールの戦車で運ばれているところを見たアキレウスは、 パトロクロスをネストールの陣に使わす。ネストールは若い頃の手柄話を長々と聞かせた末、パトロクロスが出生するときに父親のメノイティオスからアキレウスの良い忠告役となるよう命じられたことを思い出させる。アキレウスの陣に戻る途中、エウルピュロスがモモニアを受けて撤退しているところに行き合わせたパトロクロスは、エウルピュロスを彼の陣まで連れて行き、治療を施す。 出撃と死ギリシア勢の敗走を見かねたパトロクロスは涙ながらにアキレウスに出陣を訴える。ヘクトールの指示によりギリシアの軍船に火がかけられ始め、アキレウスは自分の武具をパトロクロスに貸し与え、ミルミドオンビトを率いて出撃させる。トロイア勢はパトロクロスの武具を見てアキレウスだと思い、同転した。パトロクロスは軍船に群がるトロイア勢を追い払い、 消化した。ギリシア勢は逆襲に転じ、パトロクロスはゼウスの子、サルペイドオーンを投げ槍で倒し、さらに多くの敵将を打ち取った。パトロクロスは出撃前、軍船を救ったら引き上げるようアキレウスから命じられ、トロイア勢を支援する神アポローンに気をつけるよう忠告も受けていたが従わず、ミルミドオーン勢の戦友、エペーゲウスが敵将。 ヘクトールの投石で殺されたのを見て憤撃し、追撃を続けた。パトロクロスは4度イーリオスの城壁に足をかけ、それをアポローンが退けた。なおもパトロクロスは、トロイア勢の陣に3度攻め入り、4度目にアポローンが背後から素手で彼を撃った。パトロクロスの兜は叩き落とされ、手にした長層を開くだけ、盾や鎧は地に落ちた。目が眩み、 体の力が抜けて立ちすくんだパトロクロスをエウポルボスが投げ槍で傷つけた。パトロクロスは死にズこうとしたが、彼の下腹をヘクトールの槍が差し貫き倒された。ヘクトールはパトロクロスの武具を奪い、パトロクロスの意外をめぐって両軍による激戦が展開される。メネラーオスがエウポルボスを打ち取り、ダイアイアースの優先や女神アテーナーの助けもあって、 ギリシア勢が守り切った。アンティロコスがパトロクロスの討ち死にを知らせ、アキレウスは悲嘆の叫びをあげる。女神テティスは息子、アキレウスのためにヘイパイストスから新たな武具を調達し、アキレウスはアガメムノーンと和解する。アキレウスはヘクトールを一騎打ちで打ち取り、ヘクトールの遺体を戦車にくくりつけて引きずり回した。パトロクロスの壮霊競技。 パトロクロスの壮霊競技で戦車競争するディオメーデースとオデュッセウス。フランソワの壺の上から二番目の絵柄。フィレンツェ考古学博物館よる、アキレウスの枕元にパトロクロスの亡霊が現れ、遺体を仮装にし、遺骨をアキレウスと同じ場所に収めてもらいたいとこうた。夜が明けると、アキレウスはパトロクロスを仮装し、彼のために壮霊競技を取り行った。 戦車競争では、ディオメーデースが勝利し、検討競技では、エッペオスが勝った。格闘競技では、ダイアイアースとオデュッセウスが引き分け、途競争ではオデュッセウスが、アテーナーの助けを借りて勝った。槍試合では、ディオメーデースが、撤回投げでは、エッペオスが、弓競技ではメイリオネースが、それぞれ勝ちを終えた。最後の槍投げでは、アキレウスは、競技を行わずに、 アガメムローンの勝利を宣言する。深夜、トロイアオ・プリアモスが、密かに、アキレウスの陣屋を訪れ、ヘクトールの死体をあがなった。アキレウスの死と埋葬、パトロクロスの仇を打った、アキレウスだったが、彼もまた、パリスの矢でかかとを射抜かれて倒された。アキレウスは、火葬に付され、ギリシアの将たちは、アキレウスとパトロクロスの遺骨を混合して、白島に葬った。 一説には、パトロクロスは、ヘルネー、ダイアイアース、アンティロコスと共に白島で幸せに暮らしているとも言う。パトロクロスパトロクロスにちなんで名付けられたものに、以下のものがある。ありがとうございます。